景色のいい大見舞子にやってきました。いやーめっちゃ気持ちいいね。今日は本当この天気と穏やか最高、持ってるよね。なあ、うん、すごいわ。この松林でも琵琶湖独特や思いません。そうやな。で特にこの大見舞子のこの白い砂、うん、これがもう映えるよな。だってこの景色だけもし見張ったら、うん、海を見たら海やもんね。ああ綺麗、うん、もう一番僕も琵琶湖で好きな景色かな。なかなかないもんね。ないない、白い砂浜でね、うん、でな長いからな。そうそう、一応ここはあれもね一番人気スポットというか、あの僕らほら滋賀県民、前県民賞でもいろいろ言われたけど僕らあんまり海行かへんもんね。行かへんよな、うん、湖水浴、湖水浴やな、ね、僕ら海行く言うたら結局もう琵琶湖で泳ぐんになってる。そうそう、うん、そうやな、うん、ベトつかへんし、なんかなんやろ、あのベタベタしない感覚がいいと思う。でもそれが僕らもうななえ当たり前な、当たり前になっちゃったから海行ったらなんなんこれって思う、ね、もう嫌やもんな、ねちゃねちゃねちゃベタベタするし、うん、だから僕ら本当夏場やったらなボートから飛び込んで、そう、ね、泳げるしね、あとで水中メガネとか何しても洗わんでいい。そう、片な綺麗に洗って片付けることもないしからな、うん、そのまま釣りができたりするけど海やったらそうもいかへんし、いけへんわ。だからなやっぱり琵琶湖ならではの一番の人気スポットやな、水泳場。そう、水泳場としては多分集客力もナンバーワンちゃうかな、うん、もうずっとやねこれね、大見舞子はね、うん、だからもう家族連れから若い人まで、いやいや京阪神からはほんまよく、大阪京都みんな絶対来ますよね一回は。ああ、釣り場としてもね、ここ岬の先端になってるんですよね。ここはな。そう。だからやっぱでっかいのが結構やっぱおる。おるな。うん。もうあのな漁港の入り口か。そうそうそう。あの辺からこの岬にかけてな。うん。ねここほら結構深いもんね。だから砂浜がちょっと出たらもう13メーターまで一気に落ちますもんね。うん。ものすごい深いよ。そう。うん、そのブレークにやっぱりでっかいのおるし。うん。ね。昔川場さん岸釣り僕らやってる時ってね、あの辺ね冬場結構やっぱりね釣れる場所として人気で、今でもそうなんやけど、そうフルキャストで10メーターラインに届くんやな。あ、そう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 、あの出入り口なんかそうですよね。そう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 、うん、あの石垣の取っ手があって、うん、その先からこう思い切り投げたら10メーターぐらいだよな。だから11月の半ばぐらいで水温がどんどん15度ぐらい下がり始めたら、うん、その魚が集まってくる。そうそう、でそこのその10メーターにおかっぱりから届くとこで有名だよね。ほんで、うん、でかいのも釣れるしな、うん、いやもう漁営の濃い場所ではある、うん、観光スポットとしても最高やし、大見舞子の駅も近いから、そうおかっぱりで来るとか車ない人でもほんまにね手軽に楽しめるとこなんで、うん、水泳ほんまに泳ぎに来る人なんかでもほんま駅近いからすぐやもんな。そう、うん、なんかそういうところではやっぱり立地も景色も、絶好の場所かな。だから、ね、うん、改めて思うね、僕らすごいところで仕事させてもらってるね。なお前な、ね、何個は何個でそこの映画館の横とかその音楽ホールのビルが建ってるとこで釣りしてると思ったら、いや5足超えて20分ぐらい走ったらこんな松並木のとこで、もう大自然やもんな、全然違うもんね、うんうん。まあ琵琶湖もね大きく見て地形とか言うと、うん、やっぱりどこが深い浅いって結構皆さん気になるやろうけど、まあ西岸西側ってやっぱり本当に琵琶湖からすぐ山が切り立ってんのよな。まあだからその延長で深いんですよね。そうそうそう、西岸が深いという、うん、まあ俗に言うチャンネルラインっていうのかな。そうやね、うん、で東岸はやっぱり近江八幡とかあの辺で、まあ、近江平野ですよね。そうそうそう、そうお米もみんなよう作ってはるから、そうだから平野になるからまあこっちが深くてどんどん浅くなっていく。そうな、だから東にかけて、東はだから遠浅な地形、うん、まあ、濁りやすいですよね。そうやな、でもウィードエリアもしっかりあるから魚釣りにはいい場所がようけ、釣りやすいな、うん、こっちは西岸はやっぱり急に深くなるからウィードの帯が少ない、だからちょっとその魚のストック量とかな、そんなんでちょっとあかん時もある。だから北湖はその西と東で魚のちょっと動き方も違うし癖があって、そうやな、違うな、で釣り方も変わるからほんまにそれ全然差がね違うよな。水深がまずもうこっちは変なし、15メーターぐらいまでは射程に入れて僕らも釣りしてるんだけど、東はねシャローフラットが多かったから浅いからな、うん、釣り方も違うし、うん、でここなんかほんとちょっと出たらもう15メーターぐらいまで行っちゃうから、まあ東側と比べれば全然違うね。
これから、ね、冬に向かっていくわけなんですけど、うん、僕らも逆に言うからこれから北西の風が強くなってくると、そうやな、このやっぱりねこの平さんが北西の風をブロックしてくれるから、うん、この西岸っていうのは意外と僕らの漁場としてもね、そうそう、冬が釣りやすいね、うん、なんかこの辺ぐらいまでやったら少々風吹いてても、そうそうそう、岸沿いをこう回避するように走ってきたら、うん、まあ全然安全にね、そう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 、うん、来れるし、山が近いということはやっぱ湧き水もすごい出とるね下からう、うん、あの特に蓬莱周辺はな、うん、もう琵琶湖一番の湧き水の場所だから、やっぱりこう水中からわーっと綺麗な水がこの山から下ってきたみたいな、そうそうそう、だからこの山の恵みがそれを指してるから、うん、でだから冬場でも枯れへんウイルがあったりとか、そうやな、なんでここ魚多いんやろたまるんやろとかあると大体湧き水ですよ、湧き水やな、湧き水って夏は涼しくて、そうやな、冬はあったかい、うん、で一定やもんね、一定一定、それがかなり効くよね、うん、そうやな、うん、やっぱりその湖の特性地形、うん、大きくな大きなねその地形っていうのはやっぱり覚えとくに越したことはないね、全然、そうね、うん、